目黒蓮からひたすら走ってると言われ、サイレント、村瀬健 P が明かす撮影エピソード。木曜劇場、サイレントのブルーレイ&DVD 発売を記念して、本作の村瀬健プロデューサー、ギカ、村瀬 P によるトークイベントが、8月31日に行われました。より小さい、サイレント、村瀬健 P、目黒蓮くんから、DVD 発売おめでとう、ってきたより大きい。サイレントは、2022年10月から12月に放送。主人公の青葉紬、川口春奈が、かつて本気で愛した恋人である桜草スノーマン、目黒蓮と、音のない世界で出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリーです。丁寧な脚本、演出とキャスト陣の熱演により、大きな話題となった本作。TVer での再生回数は歴代最高の計7300万回超え、全11話のうち9話が X、旧 Twitter で世界トレンド1位を獲得、ロケ地に多くのファンが訪れるなど、社会現象を巻き起こしました。